皆さんこんにちは。今日は東京駅八重洲口からお一人様女性でもお一人様男性でも入りやすくてがっつり食べられるお店を3軒紹介していきます。早速東京駅一番街にあるグルメ街道から2店舗紹介していきます。おいしいもの TV。 最初にご紹介するのは広島名物お好み焼きが食べられる電光石火さんです。広島ではとっても有名なお店で、世界で初めてお好み焼きでミシュランを獲得したお店となっています。カウンター席ではこんな風にお好み焼きを作っているパフォーマンスが見られるのも面白いですよね。そして電光石火さんのお好み焼きといえばこのドーム型の可愛いフォルムです。中に入っている麺もうどんか中華そばか選ぶことができますよ。この日はお肉、卵、イカ天、エビの入った夢というお好み焼きを注文しました。この日はうどんが完売していたのでお蕎麦を入れてもらいました。とっても美味しかったです。こちらは別の日に注文したたっぷりチーズ、中身はおうどんにしてもらいました。こちらも本当に美味しかったです。正直また食べに行きたいです。お店の雰囲気も活気があってとても良かったですよ。注文はお店の外にある自動販売機で行います。トッピングもいろいろできるので次はお餅をトッピングしてみたいなと思っています。皆さんもぜひ行ってみてください。続いてご紹介するのが電光石火さんの隣にある富山白エビ亭です。富山湾の宝石とも呼ばれる白エビのお刺身や天ぷらが食べられるお店となっています。こちらがメニューになっていて、白エビ天丼、ブリ天丼、ホタルイカ天丼なんかがあります。天ぷらは単品で注文もできますよ。お刺身丼も充実していて、ネギトロ丼、カニ丼、スジメサーモンとイクラの親子丼、海鮮丼なんかもあります。今回注文したのがこちら、なんと白エビを90尾使用した白エビお刺身丼です。白エビ店さんも入り口で食券を買うスタイルなので早速購入していきます。店内はこんな感じです。この日はそんなに混んでいなかったのでお店に入って5分ほどでやってきました。こちらが白エビ刺身丼です。ご飯の上に錦糸卵、そしてその上に90尾の白エビのお刺身です。美味しくないわけがない。そして隣にあるのがお吸い物です。奥にあるのが白エビの天ぷら、白エビせんべいもついてきます。お醤油をかけなくても甘くてすごい美味しいんですよ。びっくりしました。途中からは味変でお醤油をかけていただきました。この他にも白エビ亭さんでは平日ランチタイム限定のお得なメニューもあったりするので、ぜひ足を運んでみてください。最後は八重地下から広島名物味噌煮込みうどんが食べられる多摩町本店さんです。この日はランチ時に行ったので店内はとってもにぎわっていました。案内していただいたテーブルはこんな感じ。そしてこちらがメニューになります。味噌煮込みうどんはお餅やほうれん草、きのこ入りなんかもあったりして種類が豊富です。私は今回エビ天入りを頼みました。多摩町さんのおうどんはめちゃめちゃ太麺です。お箸で持ち上げた時にずっしり重たさを感じるようなうどんなんですが、このお味噌のスープがしっかり染み込んでいてとっても美味しいんです。スープには鶏肉、ネギ、油揚げ、卵が入っています。この大きなエビ天も
お味噌が染みて美味しいんですよね。先ほど紹介したメニューはランチメニューになるんですが、夜には名古屋名物の手羽先なんかも食べられるそうですよ。噛み応え抜群のおうどんに具沢山のスープ、ぜひお腹をペコペコにしていってみてください。今回は東京駅八重洲口を出てすぐにある一番街と八重地下から3店舗お送りしていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。これからも東京駅中心の美味しいもの情報を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をして情報をお待ちいただけたら嬉しいです。そして今エンディングで流れている映像は八重地下にあるイタリアントマトさんからコロッと果実のフルーツティーザクロです。これが私好みの味でとっても美味しかったです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。